今日百余日ですけどね、視聴者の方からの LINE を読みます。これは竹もね推しの方なんですけど、久しぶりに竹もね推しの話を来てるのかな。ちょっと読んでみますよ。その方のやつ。ライドさん、こんばんは。お仕事お疲れ様です。いつも拝見させていただいています。さて、タケルくんのドラマが終わったらまた潜るよの理由の一つが発表されましたね。働く細胞という漫画の実写化で、タケルくんは白血球さんの役をやるのですね。ちなみに赤血球さんは長野めいちゃんという半分青以来の共演で5年ぶりだそうです。まあ、昨日僕もこれ動画にねしてますけどね。そこでちょっと面白いなと思ったことがあるのですが、モネちゃんも朝ドラの相手役と映画で共演し、タケルくんも朝ドラ相手役と映画で共演するという、どこまでリンクしちゃうのか、偶然なのか、その偶然が重なってしまうのは、本当にお二人はどこまでまたタケモネファンを喜ばせてくれるのか。次の LINE で私といつもの友人と話していたことが本当になるんじゃないのかと、ちょっとしたお話を LINE したいと思います。あくまでも妄想なのであしからず。でももしかしたらあるんじゃないか説なので LINE させてくださいって。まあ、確かにそうですね。朝ドラで共演した人が映画をまた再び共演。これも竹もねのある意味シンクロなるのか。また違った形でね。そうですね。それはなかなか意外なシンクロですけどね。これは面白いですね。ライドさん、こんばんは。先ほどの LINE の続きです。モネちゃんの映画を撮影していると聞いたとき、友人と話し合っていたことです。まだその時は公開日時を知らずに話していました。先日公開日時が2024年2月と分かり、これはあるかもと想像しました。タケルくんの働く細胞の撮影は3月からとのこと。長澤まさみさんの映画がいつから公開なのか分かりませんが、さすがに3月から撮影だと公開はモネちゃんと同じ2024年なのかと。そこでこんな話になりました。アカデミー賞はその年の1月1日から12月31日までの間に公開された映画が対象です。はまあなるほどね。なんとなく読めましたけど、もしタケルくんの働く細胞が2024年の公開としたら、モネちゃんとタケルくんの映画が同じになり、お互いにアカデミー賞にノミネートされたら、同時にアカデミー賞登壇となると考えたわけです。先にタケルくんが長澤まさみさんと映画撮影をしていたので、モネちゃんが映画撮影しているとモネちゃんが映画撮影しているとの情報が出た時は、そんな話を友人としていました。妄想ですが、これはありかもと考えました。気温が不安定なのでお体気をつけて、また来週。まあ、お体気をつけてどころじゃないですけど、ね、僕はねリンパ腫れちゃってね。まあでもそれはでも線としてはあり得るかもしれないですね。モネちゃんのこの映画ってのはアカデミー賞にノミネートされる可能性はありますよね。内容からしてもね、アカデミー賞が好きそうな、日本アカデミー賞が好きそうな感じの。長野めいちゃんとかってあれですかね、そしてバトンはアカデミー賞ノミネートされたんでしたっけ。あれと同じ路線ですもんね、瀬尾さんなんで。なんで出る可能性はあると。で、タケルくんの場合は2本ぐらいなんとなくそれっぽいのはありますよね。長澤まさみさんのやつとこの長野めいちゃんのやつ、まあ、多分連チャンしてこう公開 されていくのかななんて思うし、平手友梨奈さんのあの映画どうなんですかね。平手友梨奈さんの映画もあれがもし公開されるんであれば、日本アカデミー賞にノミネートされそうなネタですよね。ネタ的には蜷川美香さんでしたっけ、あの方の映画ってまあノミネートされますよね、日本アカデミー賞はね。どうなんですか、日本アカデミー賞ってどういう基準で選ばれるんですかね。何かあるんですかね。日本アカデミー賞に属してる会員とかあるんですかね。監督さんが会員だとか、もしくは配給会社とか制作会社とか、まあ制作委員会なんだろうけども、監督さんが会員とか、なんかそんなのがあるのかな。何の基準で選ばれるんだろうと思ってるんですけど、だって選ばれないのもあるじゃないですか。全部は全部選ばれるじゃないのかなと思ってるんですよね。レコード大賞とかあるじゃないですか。音字鏡とか、なんかそういう。まあ基本的には音字鏡以外のも選ばれますけど、でも音字鏡が一つのグループとなってあれを進めてるとか、あったりするので、まあこれも芸能の世界なので、
何かしらその協会みたいなのがあると思うんですよ、日本アカデミー賞の。だから決まってんだと思うんですよね、そのパワーバランスが。なのでタケル君のその映画は両方とも映画監督ちょっと誰なのかいまいち分かんないんですよね。だからそこら辺で選ばれるのかどうなのか。ただ佐藤健、長澤まさみっていうこのスター2人が出て日本アカデミー賞にノミネートされないってことはないと思うので、まあされるだろうなと思いますけど、永野芽郁ちゃんのやつはね、ネタ的にどうなんですかね、擬人化ですもんね。まあでも可能性としてはある、この方が言ってる通りあるんじゃないかなと思うのと、いやその朝ドラで共演した人と同じタイミングで映画で名前が上がるっていうのも、これは竹宗のシンクロだなっていうのは確かだなと思いました。